四角の中に水が入ってるところで泳ぎ続けるっていう、まあ、イメージとしてはちょっときついスポーツっていうイメージだとは思うんですけど、まあ、部の雰囲気も明るいし、まあ、種目もたくさんあるから自分の好きな種目を探してその中から好きな種目を大会に出てやれるっていう楽しみもありますし、週に5回練習をしていて、月曜日は陸上トレーニングで、火、木、金、土は水中でトレーニングを行っていて、押し合いの練習については以前宮崎大学水泳部の方たちと合同練習をした時に、まあ、宮崎大学の水泳部が取り入れてた練習で、まあ、良かったなと思ったので、水泳って大会とかではタイムで結果が出るスポーツなので、まあその時の精神状態とかがタイムで100分の1秒までしっかり出るところが一番の魅力なんじゃないかなと。大学生になってもスポーツに親しんで毎日運動して頑張るっていう、そういう大学生活の楽しみ方もありなんじゃないかなって自分の中では思ってるので、まあ、ぜひそう思ってる新入生は水泳部にぜひ入ってほしいと思います。はい。